遠州の騒乱は曹操の軍により鎮圧、黄巾の残党は大男巨著と共に曹操のもとへと下った。屈強なる兵青州兵の誕生である。一方で残党の中で戦に耐えぬ者には農地を与え民とした。兵力と生産力、その増大は取りも直さず曹操の力となる。各地の諸侯は曹操の急激な台頭に同目した。その翌年、ある事件が起きる。徐州牧刀剣の手の者らが曹操の父を殺したのである。曹操は悲しみ怒り、蜂窮の軍を徐州へと進める。敵は刀剣、そしてその触覚として刀剣を守る劉備一味。天意が、巨著が、宋人が怒涛となりて急敵を撃つ。宋主公、鉄壁の盾となり天地を守らん。我が軍はこれより徐州牧刀剣を攻める。指揮は各家、皆指示に従うのだ。刀剣もその将兵も多着だが、奴とつながる劉備の一味には警戒せよ。あの男には得体の知れぬ何かを感じる。またそれにつき従う関羽らも合流だ。ともあれ、乱世にそう思うとくありと天下に示す。皆奮戦し、己が武名をとどろかせよ。刀剣は罠を用意して待ち受けているはず。さて、お手並み拝見といこうか。殿を殺めるとは、非道千本。自分が殿に代わり鬼畜を討たん。今だ、仕掛けを起動させよう。岩がたくさん落ちてきてるだな。これじゃ進めないだよ。いや、敵の準備は万端だった。何か出てきたんだろう。まあ、かないやぐれ。こいつでお前らも一応立ちよ。ああ、いいものがあるね。せっかくだし、使わせてもらおうか。宗次、宝石車を奪ってきてもらえるか。の兵器を使用する。心得た。ここからでは投石が届きそうにないね。あそこの高台まで運ぼうか。ここなら届きそうだ。あの装置、投石車で壊してしまおう。
軍により転石装置が破壊されました。なんと、追い返せるか。壊すことができた。よし、これでは先に進めよう。敵の力を、その構えを崩し、さすがは各界。罠がある点と間違いない。先行して様子を探ってもらえるか。やってきおったか。まだかかれ。正しい攻撃など無駄とし、この総思考決して揺らぎはせぬ。やはり敵が待ち構えている。さすがにこの状況は楽しめない。攻める。交代せよ。城の門が開いたようだね。それじゃ当家へ挨拶に行けば。当家様のもとへは行かせん。勝手なしろ。先へ行かせてなるものか。今こそここと並ん。ここで気にせぬのみよ。ムービー殿が救援に来てくれたか。ここは頼らせてもらおう。それを見せれば出すわけにはいかん。総数殿の敵出せてもらう。この手だけは使いたくない。奪われるよりはマシよ。さらに死亡を出し大地をこなすか。非道に非道を重ねるその所業、無双王子。軍長はここで私と刀剣殿を迎えよう。緑徳たちが曹操軍の本陣を威嚇してくれ。任せとけ兄者。曹操軍の奴らなんだ、蹴散らしてやるぜ。これ以上は待たねえ。引かせろ。道元様、どうかご無事で。私が倒産。劉備殿のもとへは行かせん。この趙子龍が相手しよう。ものだね。見ているだけで楽しくなってくる。
てもらった。女衆の地は私たちが守ろう。楽しくなってくる。うん、なんか爪だよ。助けに来てくれてありがとね。まさに真の三国無双ですな。いつ頑張ってるだね。お見事です。立てどん。
将、自分が討ち取らせてもらった。さすがのご活躍ですね。私もあなたに近づけるよう頑張ります。申し訳ない。我が道は力を持って世に断りを示す道。情で動く者になど遅れを取るはずもない。我が将兵よ、よく戦った。さあ勝ち時をあげよう。